走れんなチャンネル、シュッシュ。今回の企画はニューヘルメットをオリジナルデザインで作りたいと思います。今までね、一般に発売されているヘルメットをかぶってたんですが、今回はついにオリジナルデザインということで、すごい期待が高まっているんですけれども、それに加えてそのデザインをしてくださるのが荒川慎一郎さんと、そして YF デザインさんということで、2つが共同で私のヘルメットをデザインしてくださるということで、本当に本当に、ありがたいことですし、どんなヘルメットが出来上がるんだろうというのを、楽しみにしています。まあ、今ね、実際はもう被ったりしていただいてるんですけれども、ということで、じゃあ、ヘルメットを受け取るまでの流れを早速見ていただこうと思います。それでは、どうぞ！ブンブン！色は黒と、なんかつなぎに合わせた色と、もう一個なんかアクセントカラーみたいなのなんかあったら、まあ、いいなとは思ってるんですけど、サーキット映えしたらいいなとは思います。こうやっぱ写真撮ってもらうときに、こうあっなっちゃうんだって分かりやすい感じ。色味はつなぎに合わせてるので、カーブの感じなるべく分かるような感じで。注文の多い女はあまり全部が曖昧なくせに。ワンポイントはめっちゃ入れますね。はい。でカーブの時を黒くて、はい。決まりました。感動しちゃいそう。どうしよう、もうこけられない。もう頭守っちゃう。ブンブン。今、大名瀬大和店にやってきているんですけど、荒川さんも久しぶりです。久しぶりです。ここにこれがあるということは、こちらですね。ようやくちょっと時間かかって大変申し訳なかったんですけど、いえいえいえ、こちらありがとうございます。いやね、なんか本当にだいぶ前からこのねお話企画はしていて、でもうお忙しい中、本当にありがとうございます。恐縮です。早速開けてもいいですか？どうぞどうぞ。お、まだ袋に入ってますね。あ、まだ袋でした。あ、どうしよう。ちょっと目つぶって開けよう。いきます。じゃん。おー！かっこいい！すごい！もうまさに私のつなぎにぴったりじゃないですか。すごいカーボンのちょっとこう分かる感じとかめっちゃかっこいい。このヘルメットなんかデザインのこだわりだったりとか加工だったりとか、こだわりポイントみたいなの教えてもらっていいですか？こちらはAGV のピスタ GPR をベースにしているので、はい、まあ、全体的にもうボディがフルカーボンになってます、はい、メタリックのグレーと、はいはい、ソリッドのブラック、ここ、そうですね、メタリックのグレー、はいはい、とソリッドのブラックのラインとかを縁に入れたりとか、あ、ここですね、はい、このラインが黒と確かに。パッと見はシンプルなんですけど、はい、よく見るとですね、非常にこう塗り分けが細かくしてある。そうですね。しかもなんかここあれですね、鏡っていうか密起加工で塗ってますので、うん、なんといっても特徴はここのフィニッシュ。あ、そうですね、これは夏美の N、 ちゃんと荒川さんのお名前と YF デザインさんのロゴも入ってますね。なんかこのいろいろお話しさせてやり取りしてもらってる中で、まあ、デザイン画というか2D のままのやつっていくつかもらってたじゃないですか、はいはい、それだけだとやっぱこの塗り分けとかは実際分かんなかったし、なんかこの感じとか雰囲気がまた全然こう立体的になると全然違いますね。パソコン上だとこのツヤ感とか、うん、ツヤ消し感とか全く分からないですし、うんうん、こういうカーボンの部分も、はい、やっぱりこう実際のヘルメットにラインを引いてみながらイメージしていった方がいい。おでこら辺のところもこの辺もグラデーションになってて、なんかこうカーボンの奥行きが見えるっていうか、そうですね、うっすら黒、透明の黒を透かして入れてる感じですね。ここもカーボン地が、カーボンの模様が見えてるけど、全然雰囲気違いますね。
マットと、はい、クリアの部分の使い分けが非常にこう難しいんですけど、ここがマットの方がいいとか、で今回は一番センターのところをマットにしてみました、はいはい、でこういう後ろにも入ってるんですけど、この赤いピッピッとこのライン、はい、こことか後ろの真後ろですね、うちが洋服屋さんで、はい、その洋服のパターン作るときにこう型紙に合い印って入れるんですけど、はい、それのイメージで中心にこう合い印のマークをこう入れてる感じです。へー、細くなんかこのツヤとマットが分かれてるのとか、そうそうそう、これはライフデザインさんしかできない塗装の技術だと思います。この AGV のこの何だろう、周りの枠っていうんですか、このロゴの枠のところもなんかこうやって見るとカーブは透けてるんですよ。そうですね、これも実はこれ塗装でやってますんで。あ、そうなんですね、このロゴをシールペタじゃなくて、だからかこの文字もこうやって見るとうっすらこう上に向けて、このロゴの黒のところが上に向けてうっすらカーボン字が、そう、そこがマイクさんのすごい技術ですね。細かいこだわりがめちゃくちゃすごいですね。斜め45度後ろから見た感じのラインが一番綺麗に見えるんだよ。あ、なるほど。後ろから左、右からこう抜いていった時に、はいはいはい、見える後ろ姿が綺麗に見える。確かに。見れば見るほど細かいこだわりを発見できそうですね。ありがとうございました。すいません。ブンブン。私の持っているつなぎとめちゃくちゃぴったりじゃないですか。このネオンイエローの感じが。お揃いで、お揃いセットアップみたいな感じですよね。かぶってみたいと思います。どのくらいこのつなぎと合ってるのか。うわ、すごっ、めっちゃレーシングヘルメットって感じで、ほっぺのこのギュンって、このほっぺのお肉の乗り方やばくないですか。全然喋れない。ちゃんとサーキット走行もできるヘルメットって初めてだからびっくりしてる。ほっぺの潰れ方に安全感っていうか安心感っていうのがすごい。はい、ということでこんな感じです。全身まさにな、まさになっていうか、もうね、荒川さんがこのつなぎに合わせた感じでデザインしてくださったので、すごいトータルコーディネートバッチリだと思います。こけずにこのヘルメットを、頭を守るヘルメットだけど、私はこのヘルメットを守りたいので安全に走っていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、そしてコメントもお待ちしてます。また見てねー。